須崎寺は、香川県高松市群れに所在する高野山真言宗の寺院。三号は、超海山。詳しくは、超宮山円通院須崎寺と呼する。本尊は、聖艦瀬音菩薩。四国八十八箇所番外札所、佐抜き三十三間の御礼場、第二番札所。辞典によれば、大同年間により、空海により創建されたと言われる。 源平合戦の際に負傷した、源氏法の兵士がこの寺に運ばれた。戦いが激しくなると戦災により、当事院は消防した。源義経の身代わりとなり戦死した、佐藤継信のは、本堂の扉に乗せられ、源氏の本陣があった雨竜が、丘まで運ばれた。これが縁で継信のぶ大菩提寺となり、毎年3月19日には、慰霊法要が行われている。 義経は消防した寺院を再建したと伝えられている。戦国時代に至ると、土佐の戦国大名、長祖壁元下軍の進行により再び消防し、荒廃した。その後、江戸時代中期の元禄12年に再興され現在に至っている。境内には、江戸時代初期の層で、四国88箇所を一般に広め巡廃炉を整備し、変路の父と呼ばれた真綿の墓がある。 元来、この墓は、群れ町、塩や南三枚の共同墓地にあったが、昭和55年この地に移設した。平成17年から始まった、群れ原平石明かりロードでは境内において、落語や隠しコンサートのイベントが行われている。境内には、香川県より、香川の保存儀として指定されている遺町がある。ありがとうございます。